青森朝日放送をご覧の皆さん、こんにちは、柴田理恵です。青森の美味しい酒と魚が私を待ってると思うと、もう楽しみで楽しみで仕方ありません。その前にお芝居でございます。最高に面白い舞台ですから、ぜひ見てください。